ジョーカークラウンでありんす。先ほど、ハル君の時にマーベルからこれ、結局だから、ザ・ジョーカークラウンマスクってあってますね。なりきりマスク、ザ・ダークナイトと。で、だからジョーカー。で、これ、外国のやつは、これやっぱ目が開いていて、鼻が開いていて、口が開いていて、で、耳もちゃんと開いてますね。後ろどうなってるかっていうと、このなんか、ジョーカーが、外国のやつはね、普通にこう、ないんですよ、髪の毛。で、なんかこれはジョーカーの髪の毛までも、やってしまってると。まあ、ジョーカーのマスクを作ってしまった手前、ジョーカーもこれメイクなんだよね。髪の毛、マスク作る必要あんのかって話なんですけど。まあ、これ作ってしまった手前、まあ、こっちのジョーカークラウンも、なぜか髪の毛ついてると。で、何か買う、販売がルミカって書いてある。なんだろう、これ。で、メイドインジャパンで、DC コミックス、とか DC って書いてますね。だから DC。ワナブラザーズシールド、テーム&ワナブロスと書いてある。やっぱ DC の半径取った。フリーサイズ、遠い64センチ持ち。確か、ハルクが、なんだっけ、ハルクが54センチだったかな。まあ、こっちでこれかなりでかい頭に対応してるってですね。で、結構これ、色が落ちちゃってる。これなんか古いんでしょうね。古いのか、もしか店頭で飾って売ったものをこれ、袋に入れちゃったんですかね、もう一回こうやって。なんか落ち腐ってした。なんかこれ、もしかしたらね、これ元のやつじゃん。店頭に飾っていたものを、こういう見たものを売ってるってことかもしれないですね。